ご一同様にお参詣ありがとうございます。本日はよく、あります、質問にあります厄年をテーマに訪問をさせていただこうと思います。さて、たまにお寺にあります、寄せられます質問にですね、仏流宗ではお寺では厄年などはされないんですかと聞かれることがございます。厄年となりますと、よその人でもお寺や神社にお参りをするという人が増える時期でございます。そんなわけで仏流宗でも厄年するんですか、やりませんかといった話でありましたり、厄除けのご祈願がお願いされることがございましたり、あるいは厄年って方法じゃないんですかといったようなことを聞かれることもございます。結論から言ってしまえば、仏流宗で厄年をすることはございません。さて、厄年と言いますと、だいたい皆様この表にある通り、男性でしたら25歳、42歳、61歳、女性でしたら19歳、33歳、37歳が厄年とされています。今年厄年という方も中にはいらっしゃると思います。もっともこの厄年というものは江戸時代に決められたものでございまして、その大元は何かと言いますと、大昔の暦をもとにした医術から作られた陰陽道の習慣でございます。陰陽道が大きく力を持った平安中期頃に作られたのがこの厄年という習慣でございまして、確認できる文献で、一番古い書物の中には口ずさみと、こちら読む書物でございますけれども、この右側に出ている書物でございます。10余り3つ、20余り5、37、49、61、73、85、91、いわゆるこれ厄年となっておりまして、これが江戸時代になったときに江戸の周りと一緒だったんですが、言葉遊びで42は死につながるから縁起が悪い、これ厄年にしよう、33、これは散々と言えるから縁起が悪い、これも厄年にしよう、なんていう形で今の厄年というものはできていったのでございます。ではもともと厄というのはどういった言葉の意味かと言いますと、もともとは木の節を表す漢字でございまして、区切ることを意味いたします。木の節、つまりこんな感じでございます。見えますでしょうか。木の節の形がそのまま漢字になって厄という漢字になってございまして、もともとは年の区切りと健康に関わっていたものだからこそ、干支の区切りの13歳から十二支が一周する12年ごとを区切りとして厄年と呼んでおりました。人間、区切りというものが大事でございますから、何事においても節目節目というものは大事にしてまいります。この陰陽道の元になったのも暦と教えさせていただきましたけれども、こうした暦も仏教と一緒に当時のお坊さん僧侶の手によって医学や暦などを通して伝えられたものでございます。そこからだんだんと陰陽師と言われる人たちが台頭してくるようになって、天体暦の分派を牛耳るようになったことでできたのが今の厄年なのでございます。もともとこうした暦や医学など
一緒に、まあ、仏教とともに伝えられてきたのは、これを機に菩提心を起こして修行に励むことを促す良い機会とされたからこそ、通してきた歩みも、まあ、気がつけば長年の歳月の中でそれが一つの儀式のようになってしまった、それが今の厄年でございますので、物流宗では厄年といったことはしないようになっているのでございます。だからといって何もしないのかといいますと、まあ、そんなこともなく、日蓮聖人も御妙判の中にこのようなことを書き残されてございます。今の日蓮には37の厄と云々、厄と申すは、例えば祭には角、マスには墨、人には継ぎ伏し、法には死のごとし、ないし厄と申すは節々のごとし、家に火器なく人にかあるがごとし、うんぬん、かようにお示しくだされてございまして、祭、サイコロの、サイコロには角がある、マス、こう今だったら1升2升といってお米測ったりするようなこう測りのマスには必ず角っこ、墨がある、人には継ぎ節、関節がある、頬、四角形を描いたなら必ず4つの角ができる、まあ、それと同じように節というものは大事であって、まあ、節を大事にしないというのは、まあ、家に垣根を作らなかったり、あるいは人に家のあるがごとし、何事も分別しないようなものと分けて考えられないのと同じようなことであって、かえって良くないことであるといったことをつけまして、改めて厄年のご信者さんに法華経をお保ちする功徳を積むことで、この機会をしっかり大事に努めていきなさいと説かれてございます。つまり厄年といいますのは、もともとの意味にと立ち返るのであれば、年々節々に功徳を積んで新しくさせていただくことでございます。そしてそれにはもちろん普段から積ませていただく功徳があってこそでございます。ですので私たちは常に功徳を積ませていただく大事についてを教えていただきます。毎日の日常診療、お題目をお唱えしたり、お授業に行ったり、お香にお参詣をさせていただいたり、そうして常に功徳を積ませていただく中で、人間節々節目の区切りの時にはさらに見直して、一層信心を強くさせていただくこと大事でございます。ですから年の区切りだからといって特別なことをするのではなく、日々の日常信仰を節目節目と思って改め務めさせていただく、さらに区切りのためにあらませていただくからこそのご信心であり、だからこそ厄年だからと特別なことをお勧めしない、あえて言うなら毎日が厄年、日々新たに務めて機会の時にはさらに一層に強くさせていただくことが大事と教えていただくのでございます。人間いろんな場面で厄、一つの区切りといったものを感じることがございます。例えばお父さんお母さんの命日だ時でありましたり、あるいは自分自身ちょっと人生がある出来事が起きた日でありましたり、いろんな節目を持っているのが私たちでございます。その節目、気づき、そうした時に日常の信仰の形としてお香やお授業、あるいはお寺に
ご祈願、御礼といったことを常にご信心と結びつけて務めさせていただく、日々何事にも新たにさせていただくことによって、いつもしっかりとしたお守りがいただけると教えていただくのでございます。特に務めさせていただくお香には、お香の前には家のお掃除などもさせていただいたり、かしこまってこのお香師方をお迎えする準備をさせていただく、そうして新たに務めさせていただきましたご信心には一層強いお守りがいただける、そうしたことを先日、3月の時に、千葉の方にあります三ツ沢教区2部の、田口義行さん、お香を務められた際、その後仕事、電気関係の仕事をされているのですが、まず気がつくことがないような感電の事故が起きてしまうことがあったんですけれども、幸いにも大ごとになる前に身を助けていただくといったような不毒をすぐさまいただくようなご利益をすぐいただくことができたといったことが先日ありましたように、お香、またそうしたご栄光などを務めさせていただく功徳は必ずすぐさま身の守りへとつながらさせていただけます。ですので私たちは毎年いつも厄年だと思って新人新たに務めさせていただくことが大事であるのだと教えていただくのでございます。街道商人のご指南を拝見させていただきますと、この人発体の苦笑に怠らず、書店この人を守らせたまえり、故に現世安穏なり、御所菩提はもうすに及まず、かようにお示しくだされてございます。ご指南の中のこの人と教えていただきますのは、妙法を広め、法門をよく聴聞し、お題目をお唱えする人のことでございます。そうした教えを求める人こそが、書店前人は必ずご守護をくださり、大きなお計らいがいただけるのであるとお示しくだされていますご指南でございます。ですから私たちは御利益をいただけますご信心には毎日の苦笑に励み、方向に精進することが大事であり、日々毎日の節々役を大切に務め励むことの大事を教えていただく。ですので仏流宗では厄年はしない、毎日務めて日々の日常信仰に励むことが大事であるのだと教えていただくのでございます。最後に街道商人のご教化を拝見させていただきます。ご教化に信心は日々に新たに清くせば、神の守りも強しとぞ聞く。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮。